曜 AM1 時のレディオバー、皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時に開く不思議なレディオバーでございます。本日は2022年12月18日日曜日の深夜1時ということで、今夜もオープンしたいと思います。支配人のしぎれもんです。さあ、ということで今年も残りあとわずかとなりましたが、こちらのレディオバーの配信は本日を含めてあと3回、今日の放送とクリスマスイブ24日の、深夜ですね、日付が変わった25日の AM1 時、これは毎年やっております、クリスマス AM1 時のレディオバー特番でございます。そして、25日日曜日の深夜、日付が変わった26日の AM1 時、この、26日AM1 時の放送が年内ラストということで、今年のレディオバーになるわけなんですけども、今日はこちらも毎年恒例の、年末企画、日曜 AM1 時の音程ミレツ、私マスター不思議もが日曜の夜に音楽をテーマにフリーに話す10分間ということで、テーマは令和4年2022年の音楽シーンを振り返るということで、今日は今年の音楽シーンを、私目線で、振り返っていきたいなと思っております。いつものね、お悩み相談のコーナーはお休みということでお送りしたいと思います。そしてサンデーナイトレモーメンドは今年ね、一番ヒットされた、エメさんということで、3曲セレクトしてみました。今日も深夜になりますけども、どうぞお付き合いください。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議茶屋の提供でお送りいたします。日曜 AM1 時のレディオバー、今週はマスター不思議もんが日曜の夜に音楽をテーマにフリーに話す10分間、日曜 AM1 時の音程ミニッツということで、今回のテーマは年末恒例令和4年2022年音楽シーンを振り返るということでお送りしていきたいと思います。コロナも3年目に入りまして、さすがにもう音楽界でも大きな影響を及ぼすということはかなり減ったのかなと思うんですよね。野外のフェスも、続々と今年は再開しましたし、ライブも通常通りは、ほとんどのミュージシャンの方がですね、再開されたような形。ただやはりどうしてもそのコロナによって休演に、ライブが追い込まれるような形も、あったことはあったわけなんですけども、もうほぼね、通常通りに戻っていったのかなという、感じでございますけどもね。そんな中、今年の音楽というものはどんなものだったのかなと一言で言ったら、僕的には、アニメと、音楽が非常に結びついた、そして大きな影響力を持った一つの時代だったのかなと思うんですよね。先日あのアニソンの帝王水木一郎さんが亡くなられましたけども、それも一つの象徴した、出来事というか、言ったらアニソンが、言ったらもうなんていうのかな、歌のトップに君臨した時代というような感じで、その、先駆け的な存在の、水木さんが亡くなられて、一つの時代をこう、象徴した感じが僕はしたんですけども、やっぱり今年の、ヒットされた方々の、楽曲を見ておりますと、エメさんの残響参加とかですね、アドさん、あとは、バウンディさんとかね、とにかく、アニメとこう、主題歌とか、挿入歌とかそういう形の楽曲が、非常に、売り上げというか話題になったのが多いという、ことなんですよね。でこれはなぜアニメの歌がこれだけヒットするかといいますとですね、あまりにも曲が多様化してしまってですね、普通の、ミュージシャンの曲がなかなかヒットしない、ヒットしていてもそれは、言ったら多様化しすぎてですね、言ったらあまり目立たないんですね。ヒットはしてるけど、その言ったらファンとかそういう方々は買うんだけども、国民全体でこう、買うような形にならない、聞くような形にならないと、ただそんな中でアニメの主題歌っつうのは、言ったら日本だけじゃなくてですね、やっぱ世界規模に今なっているというわけなんですよね。先日ワールドカップカタール大会ね、で日本がドイツスペインを倒す、なかなかミラクルな展開になりましたけども、外国の方々がこぞってねツイッターとかを見ておりますと、その日本の快進撃をですね、その日本のアニメに置き換えてですね、こう配信しているようなところも見られてですね、そのジャパンイコールアニメーションみたいなところも非常にこう、世界の方々は思っている方も多いということで、やっぱりそれだけ
アニメの影響力が非常に大きいと。でそこに主題歌を載せることによって、まあ言ったらメガヒットというか、日本だけじゃなくて世界的にヒットをするというような、うん、まあ、形になったのかなと思うんですよね。ですからやっぱり日本国内でもやっぱりこのように、影響力を持つ、という形になったと思うんですよね。ですから今年の紅白のね、まあ、顔ぶれなんかを見ていてもですね、まあもう年配の方はもう誰もう全く分かんないと、言われる方が非常に多い、わけなんですけども、それはそうでね、やっぱりまあ言ったら今聴いている方々もヒットを飛ばしている方々でさえもその世代というのがなかなかみんなが知ってる音楽ではないと。そしてさっき言ったみたいにアニメソングがまあ言ったら今頂上なわけでありますから、まあアニメはさすがに見ませんよね、年配の方とかね。 CM の後も今年の音楽を振り返ります。シーレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シーレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そして不思議レモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、不思議レモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス Shui Fine、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビじゃん、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビじゃん、不思議テレビじゃん、不思議テレビじゃん。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議猫ニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜 AM1 時のレディオバー、今週はマスター不思議レモンが日曜の夜に音楽をテーマにフリーに話す10分間、日曜 AM1 時の音程ミニッツ。本日のテーマは令和4年2022年音楽シーンを振り返るということでお送りしております。今年はさまざまなやっぱりレジェンドのアーティストがですね、引退されたり、まあこの世を去られたりしたわけなんですけども、まあ先ほどね、言いました水木一郎さんもそうなんですけども、あとはまあ加山雄三さんがまあ紅白を最後に引退、吉田拓郎さんも引退という形で、まあねそのような一時代を築いたような方々がまあこのような形で、まあね第一線から去るということでございますですね。やっぱりまあ、なかなか難しいというか、まあ、ファンはついているんだけども、ちょっともう今の音楽についていけないというね、方も増えましたし、かつやっぱり、もうボロボロになるまでやるというよりも、もう自分がその今一番いい時にすっと弾くという、まあ考え方、うん、まあ、できる間にやめておくという、まあ、加山さんとかそうですね、まあ、吉田拓郎さんもそうだと思うんですけども、まあ、水木さんはもうその車椅子に乗ってですね、まあそのまあイベントに出たということも聞いているんですけども、まあさまざまなね引き際がですね、まあレジェンドの、シンガーミュージシャンたちにもあるということなんですけども、まあ、ずっとこの、音楽に関しては聞く媒体というのは変わってきたわけでございますよね。まあもともとはレコードが、まあ、CD に変わり、 CD から、まあ、iTunes に変わり、近年ではサブスクと呼ばれるような一人のアーティストだけではなく、もういろんなアーティストが聴き放題、月々のね月額料金を払ってという形になったわけなんですけども、まあ、そこもちょっと落ち着いたのかなという、これ以上の先のやつはまた出てくると思うんだけど、今のところこの今のサブスクでこの数年来ているのかなと思うんですよ。でそれぞれがそれぞれの聴き方をする、レコードにこだわる人はレコードプレイヤーを買ってレコードを聴く、やっぱり CD がいいなと思う人は CDを聞くみたいな形でね、うん、で、まあ一つのなんていうのかな、スタンスが、まあ言ったら今
こう決まったというか、うん、まあその聞き方も多様化、もちろんその中心にはサブスクがあるという形で、まあ、このまあ流れは数年続くのかなと、今バチッと固まったので急にまた新しいものっていうのは出ないと思うんですよね。人間のその、まあ聞き方も急にはついていけないので、まあ、この形でしばらく続くのかなと思いますし、そのヒット曲のまあ言ったら、まあ、バロメーターというかいうものも、まあ、今はやはり YouTube の再生回数、そしてサブスクの、まあ、その再生回数とかその辺をまあ合算したもので、まあビルボードジャパンとかそういうある、老舗のまあチャートとかですね、うん、まあいろいろあってですね、まあその中で一番やはり影響力というか目安なのはやっぱり YouTube の動、まあ、再生回数なのかなと思っておりますね。昔でいう、まあ、これが CD レコードの売上枚数に、まあ、近いのかなという感じもしますし、このまあ YouTube の再生回数というのもやっぱり皆さんがやっぱり深夜の方も聞くようになってですね、うん、やっぱりあの非常に再生回数のもう数が、ね、増えましたね。もうやっぱりちょっと頑張れば1000万回ぐらいはいきますし、もう、ね、かなりのメガヒットになると1億を超えるというような、うん、まあ、こういう目安になるのかなという、今年もやっぱりそういう YouTube の再生回数が非常に影響力を持ったのかなという感じでございましたね。あとは過去の曲がこうリミックスリマスターされて、多く発売された時代でもあったなという感じですね。まあビートルズとかもそうなんですけど、ビートルズはもうね毎年毎年のように、リマスターみたいなのされておりますけども、近年のミュージシャンでもですね、まあ、宇多田さんとかもそうなんですけども、まあ、リマスターで、まあ、昔の曲を、今年にね、再アップ、あのユーミンさんとかもそうですね。ユーミンも、ベストアルバム出ましたけども、結構、まあ、ニューリミックスみたいな形で YouTube に、配信していたりとかですね。まあやっぱりそのどうしてもまあ、今の音楽の流れについてこれない人っていうのはもうその世代の曲しか聴きませんし、その方々に対してまた同じやつを売るというよりも、やっぱりそのサウンドをクリアにきれいにしてですね、まあそのような形で売るとまたその CG の方々は買うわけじゃないですか。新しくね、まあ聴き比べとかもできますし、まあサウンドが良くなったらまあいいなという形で思われる方は多いと思いますから、うん、まあ、だから、そういうなんていうのかな、まあ、多様化の中でもそういう、リミックスリマスターみたいな、形もこれから、まあ、来年以降もですね、もっともっと増えていくのかなと思います。まあ、とにかく今年は、やっぱりアニメでしたね。アニメの、1年、アニメと、ヒット曲が結びついた大きな影響力を持った1年だったと思います。悲しい歌聞こえるこの街は、日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモメンドのコーナーでございます。今日はエメさんという方ね、まあ、今年一番売れた方でしょうね、1曲目残響参加ということで、これは、鬼滅の刃の主題歌ということでね、まあね、もう鬼滅の刃、まあ、今年はそんなに去年ね、まあ、めちゃめちゃ売れたアニメでございますけども、やっぱり今年でもその影響力というかね、残って、やっぱりこのような形でヒットを、まあね、続けたという形でしょうか。2曲目片思い、3曲目蝶々結びっていうね、こちら3曲仕入れも公式の方で、視聴できますのでぜひチェックしてみてくださいということで、来週は、2日連続の配信となります。12月24日クリスマス、イブの深夜25日ですね、の AM1 時、そして26日の AM1 時、2日放送というふうになりますので、また来週もよろしくお願いします。皆さんにとって良い1週間にあることを願いつつ、私はこの辺でおやすみなさい。